This is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu uh, City, Japan. Line Theory of Ancient Times, Mystery of Two Dead-End Points. It's my great honor for me to introduce you uh, Mr. Klaus Donner, uh, who is uh, one of the most uh, uh, greatest uh, archaeologists in the world, and Alha Zebra. In Japanese, Klaus Donner-san, がですねまあ、次のようなビデオをあの発表なさいましたで。このビデオの中に無視できない事実がありましたので今日はそれを紹介させていただきます。まあ、この,があのビデオそのまま今10倍速ですからあの最初の部分を10倍速で送っています。でクラウド・ナルさんのこのビデオの中にですね、実はあの私がずっと解いてきましたラインセオリーがそのまま載ってます。 乗ってるというかそのままのものがあったんですね。それで私は大変驚きました。まずそれをこれから紹介させていただきますがどうかご覧ください。So, this To 12,000 years. But the next question would be who was able to make such a wonderful world map? On the left side, on top, you see Atlantis, done by Athanasius Walze Müller. And the map is the other way around. He did it the other way around. And you can see the continent between Europe, Africa, and also America. And you can see on the left side down, different sites of a huge stone world map this stone world map was found in 1984 ecuador in an underground tunnel system with other 350 artifacts which do not really fit any known and existing south american pre-columbian culture on this stone map is a natural quartz line a white one and this is the front side of the world stone map and you can see approximately in the near saudi arabia you can see an inlay as an eye and from this eye to the right and to the left is a natural quartz line going on the right side over india thailand and also there is a long island on the right side which professor kimura's research Gave him the statement that from the northeast Japanese island until far down after Taiwan, once there existed a huge continent. But then this world map must be older than at least 10 to 12,000 years. And here is the backside, and you can see on the right side coming the quartz line passing in the Atlantic a continent, Atlantis, which in our days. Does not exist anymore. Then the white line is crossing part of South America, and here you have a close up, and you can exactly see the Bay of Guayaquil, an inlay going up to north, and a round inlay showing exactly the place where there were found those artifacts, and there is also the best quality water worldwide existing. ではその石を検証してみたいと思うんです。でこれが南アメリカですね。で左がアフリカ。で真ん中、上がイタリアでその間にあるのが地中海ということになるわけですね。そうするとこれが インドシナ半島ですね。で、インドとなるわけです。で、アラビア半島がここへ行きます。となると、やはりここが地中海ということになるわけですね。そして、アフリカですね、やはり。あの、一見雑にっ作ってあるみたいですけども、非常に聖地なんですね。これ、日本と私は考えます。 で、今度は反対側を見ますと、今度はメキシコがここへ来て、ブラジルが下へ来るわけ。まず大雑把に大きなところを見てますと、そ,とそこがエクアドルということになるわけですね。これはも私も異論がありません。そしてまあ実際の地図を重ねてみられたんですね。で、まあ一致するわけですね。意見雑なん見えるんですけどもね、極めて精巧に書かれてるんですよね。で、ここがエクアドルだと。 で地図と線をこれからあの比較してますが、まあ、東の方からね、日本それからインドシナインドアラビア半島と来てそして大西洋を越えてそして南アメリカの方へと線が伸びてるわけですそしてその南アメリカがエクアドルのとこで急角度で上がってると そうすると、まあ、上へ行きますと、もう少しこの南、北アメリカを広く取りますと、あこの,上あの左の上の線は、長距離和歌に向かっていると考えていいわけですね。まあ、それはあの、はい、でこ日本があるということは非常に興味深いですね。あの台湾と日本がくっついていたというのは、私はこれは日本だと思います。そして、場所を照合していますと、やはりこう全然、こうなんていますかね。あの 無駄なくというか狂いなくそれぞれの場所を正確に示してますねでこの A 点と B 点がどこであるかを調べてみることにします、えー、まあここに目の,目の形をした、ね、水晶が埋め込んであってそれからブラックライトであてるとカッとかあのキラッと輝くんですねではその2つの点をこれから調べてみますが まずこの A 点ですけどもこれ地中海とそれからアラビア半島がこう交差する辺りにやや下ですね目が目といあのマークが入ってるわけですで今度ポイント B のはどこかというとこれはのエクアドルの海岸がぐっと回り込んだところにその点があるのが分かりますねこ,れにここにポイントマーカーがついてるわけです で,ではまずポイント A の方を調べてみます。えー、これは今先ほど言いましたように地中海のいわゆる東南の角ですね、ここなんですねで、実際の地図と当てはめてみますと、この辺りだということになるわけです。でまあ、この辺りに何があるかということなんですけども、まあ、あのエルサレムだとか、あのー、という位置なんですけども、もうちょっと下じゃない,かな,な,ないのかなと思うんですね。 でこ,この辺りをずっと調べていきますと、あのまあ、一番私があ,の思いつあくまでもその点だということじゃないですよ。あ,あくまでも私があのこ,この辺りで一番最初に思いついたのが、マサダ遺跡なんですね。マサダです。これは大変な遺跡でして、まあ、ご覧になっていた,だけいただいている通りの遺跡なんですね。巨大な遺跡です。 まさかですね。あのまあ今もう廃墟というか、のようになってますけども。で、今度、ポイント B の方を調べています。で、これは、あの、まあ、もう、これは、あの、この石そのものが発見されたエクアドルだってことで、まあ、間違いないと思います。ここに、あの、半島がぐるっと回り込んでるんで、今拡大していますが、あの、ぐるっとね、あの中へ入り込んでますよね。で、 こうグッと入入りり込込んんででてこっちも入り込んでるとその上のあたりですからあの、このあたりは何があるかというと、あこの5点、まあ、白い点がその火山の頂上の雪なんですけどもね、あのここには大きな、まあ、巨大なアンデス山脈の山頂、アンデス山脈大きいですよ、飛行機で越えても本当にこう日,本あの日本の場合は、ね、日本海と太平洋同時に見えますけども、日本ほど広いその山脈が、ね、5000メートル級の山々が連なっているんですね。 ぞっとしますね。ここをよく越えますと。これがあの、コートパクシーっていうんですかね。コートパクシー火山です。まああの、これはずっとあの、いくつかの火山がこう見えてるんだよってことなんですね。これが、あ読み方がね、コートパクシー。これも言いましたコートパクシー火山です。素敵ですね。まあいかにもっていうような火山がこの辺に、えー、ずらさったわけですね。これが、 シチョラングワって言うんですかね。シチョランが火山です。まあ、先ほどのが女性的な火山だとするならば、非常にこう、まあ今その男も女もないですけどもね。これがアンテサーナ、火山だ、火山です。まあ次の名前ちょっと読みづらいんですけども、チンボザーロって言うんですね。はい。チンボザーロ火山です。これが、 アルター火山ですね。巨大な火山ですね。というような火山がこの辺りにはもうゴロゴロしている。ゴロゴロっていう言い方ちょっとあの大げさですけども今紹介したいのがあるわけです。で、私はですね、この石を見たときにま,まさに私のラインティオリーを思い浮かべてそれにダブあのこれに私のラインティオリーをダブらせましたで。やっぱりこう 正しか自分のやってることは正しかったんだ、なんてね。内心では思いましたですけども、エイリアンも同じことを考えてたんですね。ていうか、それを私が発見できたということは、とても嬉し,か嬉しいですね。で、これがまあ日本です。間違いありません。そしてこの線がずっと日本のちょうど近畿地方を貫いているって感じしますね。大きな関係があるということです。でしたが、プレアビヒア。そして、今度はユカタン半。これはユカタン半島ですよね。 で、フロリダ半島はここへ来るわけです。で、ハイエチ・ドミニカですね、この島が。そして、これはですね、私、ティオティア間からギザへ行く線だと思います。えー、まあま、これはちょっとあの思いますという範囲ですね。まあ、ともかくクラウス・ドーナーさん、アルファ・ズーブ,ブラさん、あの、資料を使わせていただきましたあの。どうもありがとうございました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamas City Japan.Mystery of Eye of Providence.Mystery of Lines 摂理の目の謎、謎の線。私たち人間はですね、太古の昔から私たちが神々と呼ぶエイリアンに監視されていたかもしれないという話です。その一つがですね、この7本の光線なんですね。ミトラの まあ、太陽の神の光線7本ありますね。それが現在も、アメリカの自由の像の7本の光線となって残っています。まあ、遠い昔から一貫して、まあ、こうした7本の線が続いているということなんですね。で、フリーメイソンリーについてちょっと調べてみたんですけども、 まあ、フリーメイソンリーというのはですね、あの、この自由の像をフランスから、まあ、アメリカへ送るわけですけども、これがフリーメイソンリーのシンボルマークですね、えー。一応公式には16世紀後半から17世紀初頭に、破ぜとしない起源から起きた由来結社であると書いてあります。そして、フリーメイソンのマークの中のですね、えー 直角上儀は道徳。そしてコンパスは真理を象徴していると。そして真ん中に書いてあるのが節理の目なんですね。ところがですね、中国の、これはあの、思祖と言われている複義と浄化ですけども、この上を見ていただきたいんですけども、このフリーメイソンのマークと同じものがですね、中国の古い古い絵の中にもうすでにあるわけですね。ここを見ていただきたいんですけども、これがコンパスですね。 そして直角定位もあるわけです。ということになってきますと、実はもっと古い時代から、あの、なんて言いますか、私たち人間はですね、えー、ひょっとしたら、摂理の目で見られているのではないのかなと思います。で、それを、まあ、摂理の目、いわゆる、まあ、I of Providence ですね。まあ、私はこれ、I 本当はプロメテウスっていうのを、まあ、 したんじゃないかと思うんですけども、それは現在もアメリカの1ドル札にも、の裏にも書かれているわけです。これがそれなんですね。で、ところがですね、さらにもっと驚くべきことにですね、同じものがですね、このアメリカの1ドル札と同じものがエクアドルで見つかってるんですね。クラウス・ドナーさんがそれを発表なさいました。で、これがあのアメリカの1ドル札。そして、設理の目なんですね。そして同じものがエクアドル。プレ・インカと。 わかりま、とか、今のところわかりませんので、インカー時代が始まる前からにもうすでにこれは作られていたということなんです。目が同じだけではなくて、実はこの13の段になっている部分も同じなんですね。幅が違いますけども、数えてみてください。ちょうど13段ずつになっています。で、このセッツ、あの、イン、あの、エクアドルで見つかったものにですね、ブラックライト、すなわち紫外線を当てましたら、なんと、 あの目のところには別の岩が埋め込んであってですね。そして、by an Austrian doctor and タトユ m です。 Uh, he's living. He was living in Ecuador. He introduced me to Herman Villamar, an Ecuadorian gentleman, and he got from an engineer in uh, La Mana. This is uh, quite in the centre of uh, Ecuador. Uh, this engineer found in the 1980s. Uh, he was working for a British mining company, and he found in an underground tunnel around 350 artifacts which uh, most of them do not uh, have any relation to any existing uh, pre-columbian culture and uh, uh, through herman biamar he showed us uh, a lot of pieces i think uh, the first day he showed us around 80 to 90 uh, pieces and the most uh, impressive for me was a little pyramid with an eye with 13 steps because it is exactly like you can see it on the one United States dollar, for example. Right. Uh, and uh, the eye inlay in normal color is gray. But uh, afterwards, when he showed us on day daylight all the pieces, he closed uh, the curtains and uh, uh, it was quite dark in the room. And then he brought uh, a small uh, black light uh, lamp ultraviolet lamp, and then uh, we were really shocked because uh, some of those pieces uh, have inlays uh, in in uh, colors, and uh, when you put the black light on it, these colors are really shining very strong, and especially the eye of the pyramid i mean I was really impressed. Then, of course, you can imagine that immediately I asked him to lend us around thirty to forty pieces, mm. which he agreed, but he said he has to talk with Luis viracocha, that's the the head of the ecuadorian Indians and uh, because for the for the for the indigenous people there, the pieces are uh, spiritual pieces, high spiritual pieces. So、next day, Louis ということなんですよねで。一つ可能性として考えられるのは、ですね後のスペイン人たちがそれを持ち込んだということですけども、岩にですね例えば水晶の水を切って水晶を溶かし込むなどという技術はですね当時のスペイン人にもなかったはずですね。 1600度という温度が必要ですから。それから、またそんなことをしても意味がないわけですね。手を、手をかけ、手間をかけるという必要もないわけです。いわや、岩やインディオたちがですね、エクアドルインディアンたちが、インディオたちがそれができたというふうにことを,を,を考える方が、私は無理があると思います。まあ、ここに示しているのは地球にと言われているんですけども、まあ、あの、これもですね、やっぱり水晶が水を切って埋め込んであるわけです。あの、 で、その水晶を高すにも1600度の温度が必要だったわけですね。そして、ここにも、インレイ,アイ、目が埋め込んであって、紫外線を当てるとピカッと光るんですよね。ということは、まあ、結論から言いますと、私たちが考えているよりも、はるかに、はるか昔からですね、人間は、まあ、私たちが今、神々と呼ぶ、呼ぶまあ、エイリアンたちによって、ずっともう、監視され続けてきたということですよね。その一つが、これが、あの、一動撮にも現れているということなんです。 またあの、スペイン人が来たときにはね、あの、エガドル来たときにはまだアメリカね、指導させたからなんか作ってませんでしたからね。まあ、どのようにお考えになるかは知りませんけども、一つの例ですけどね、これは偶然かもしれませんけども、ヤフーっていうことヤフーという会社してますね。まあ、現在世界を支配してるわけですけども、ガリバーの旅行機に出てくる、まあ、あの、名前だって言うんですけども、あの、ずっとお世話になって、お世話になっていろいろと情報をいただいてます。 あの、これはあの、外国の考古学者の先生ですけども、ヤ,ヤフーっていうのはもともとはアフラマザーのアフラから来ているってうんですね。アフラ、アフラ、ヤフーラーがあの、英語になってアフラになったっていうわけです。これがアフラマザーですね。まあ、神の中の神です。で、ヤフラをその、まあ、ペリシャ語で読むとですね、ヤフーラー。ヤフーラー。ヤフーという言葉はですね、ここから来ているんだってわけです。神の光。 神の日光という意味なんですね。ということを考えますと、もう少しこう奥が深いんじゃないかと思うんですよね。なぜヤフーがあるのか。そしてですね、皆さんもこのマークをどこかでご覧になったことあると思いますけども、まさにこれは I of Providence。 説理の目なんですね。どこかでこのマークを見られましたら、私たちは常に監視されているんだというふうに思っても、間違いないんじゃないのかなというふうに私は思いますが、これは私の意見です。皆さんのご意見はいかがでしょうかすなわち、私たちは古代の遠い遠い昔から監視され、管理されているということです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello! This is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan. The mystery of lines. They are just beside you. Only one thing you have to do is just to ask yourself, why? And why? And why? Then you will know the secret history of ancient times. Here I can show you three lines. This is line A at uh, Choju Iwar, Nara, Japan. And this line is very, very straight. and second one is also in nara. this is a uh, rock in iwao shrine, nara, japan. and the third one is a line uh, which was uh, found in ecuador uh, quite recently. and this line is uh, also one of them. these three lines were artificially, by someone, uh, not by nature, created by space aliens, i say and this is line a this, is, this was uh, created by aliens because this is quite straight without an error this is the reason why and second one is very uh, complicated uh, made as you see sharply cut and two bars of uh, rocks are uh, uh, built in and this is broken here on the on the right side uh, left side and two different type of rocks are combined in and this one is uh, f one found uh, quite recently. But this rock was crystal. Crystal rock is melted in. So it is to be skeptical for you to be, uh, to, to be skeptical about what I'm saying. But I say, misery It just beside you. So important thing that you have to do is just ask yourself why. Then why it is so? then you will know the secret of history this is a story about it and please watch uh, the following videos about line A, B and C thank you very much hello this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan this is a video sort of a additional video to number 727 and uh, I say again about uh, mystery of uh, rock At rine, Japan. In Japanese. 皆さんこんにちはこの岩がやはり問題なんですね。で、この岩について、まあ、これが2つの、ま、びまですか、角材というか、あのー、ありまして、ここの部分が欠けてるわけですね。欠けた部分にはこう、後まで残ってるわけですね。そしてこういう岩があるんですけど、この岩は何か、どうしてできたかということなんですよね。で、もう少し拡大してみますと、 明らかかにこうなっていますかサイコロ石のような石がですね詰め込まれているような感じはするんですけども、左部分が脱落しているわけです。でこれが自然によるものなのか、人為的ならあものなのかという部分なんですね。この A の部分をちょっと別の角度から見てみますと、A の部分がここへ来るわけです。 で、A の部分なんですけども、こういうふうに、なんか岩,岩の上に岩をくっつけたような感じになってるわけですね。で、誰かがこのサイコロ石を押し込んだっていうふうでもないんです。で、これをずっと今度、あのなんて言いますか、右の方に角度から写した写真をあの、で、見ていますけども、A がここへ来るわけです。で、ここに B に行くなんとなくこう、なんて言いますか、胃腸の葉っぱのようなものがあるわけですけども、これがこの部分なんですね。で、これもなんかこう、 セメントでくっつけたような感じの岩なんですよね。そしてそれがずーっと右の方にラインとなって流れていくわけですけども、このラインの幅はですね、今、あのお見せしますけども、結構広いんですよね。これがあの下に立ってるまあ私のワイフですけども、大きさを比べていただくとわかるんですね。それそしてずーっと流れて右の方に行って、<laughs> C へ行くわけです。で、まあ、 明らかにという方は本当に軽率に使いたくはありませんけれども、明らかに、えー、溝を掘って線を,を埋め込んだという形なんです。これはぐるっと裏の方うと言いますか、あのーえー、回り込んでいるわけですね。こうした線がこのこ,この辺り、岩にはたくさんこの見られるわけです。それに対して、警備屋さんからこのような、あのーまあ、なんていますかあの、書き込みをいただきましたので、そのまま紹介させていただきます。 というような内容なんですけどもね、あのー、やはりこの専門家といいますか、あのー、大学で先生をなさってらっしゃるということですのであの十分その何て言いますかその内容にはあの私たちは敬意を払うべきではないのかなと思いますあの専門は物理学だそうです まあ解釈すると、そういうことになるというわけですね。で、新しい見方で、まあ、はい。本当に私もあのサンプリングっていうかまあねあの岩を削ってですね、神様、あの神社の裏ですから、簡単にはできないでしょうけども、あの見たらまた何か新しいことが分かるんじゃないのかなということですね。 でなぜそうしたかということなんですけども、ケーミヤさんはこのように、まあ、推論なさっていらっしゃいます。ここからスタートするんですね、考えるということは。つまり、大切なことは考え続けるということなんですよね。会議的になって、即その否定主義的に走るのではなくてね、そこにある事実を受け入れて、そしてそこをスタートラインにしてですね、 あの考え始めるということが私は大切だと思います。